青汁王子こと三崎優太さんがなんかトレンドに合っていたんで、なんのこっちゃと思ったら女の人に振られたっていう風な感じのものが出とりますが、いや、この人を振るなんてとんでもないやつがいたんだなって思ったら、これ絶対やばいやつだ。昨日振られた時にお金なくなったって言った。お金なくてもいいよって言ってくれるかと思ったら、私お金持ちが好きなのって言われた。俺無価値じゃんってなった。これ現実ですから受け入れたくない。助けて。というふうに書いていますが、まあ確かに、そんな女性いらないですね。お金や物にこだわれない。好きなチャンスに、とりあえず、もっといい人が現れるってことですよ。いや、これちょっと正直思った。これ本当に本人なのか？鳥取でペイペイ詐欺しようとしてるんじゃないかっていう風に言ってる人がいたというか、それがあったのか、急にこれが出てきたんですよね。17時間、突然ですが、長年やってきた会社を売却しました。ここに3億4000万あります。お約束通りお盆中に全てお配りするのでご安心ください。お一人様20万円。欲しい方は手間なのでいいねだけで大丈夫です。現金、ペイペイ、ビットコインの中から希望を選んでコメントしてください。はい、いつも通り、資産家や有名人、企業等を語るお金配りやペイペイ、はい、不詐欺等が横行しています。要するに、少なくともこの13時間前の本物青汁王子、光い王31でもね、騙されませんよ。本間もんはちゃんとここにこのマークがついてますからね。でもこういう書き込み見て、お金がないっていう風に今それで見始めて、このペペ ID 設定してみました。フォロワーがフリーペイくれた。本当にこれ優しさ泣ける。お金なくなったら何の取り柄もなくなった。金もない、家もない、女のもいない、何もない。で、今13時間前かの分を見て、いつ頃かっていう風な、いつ頃からこういった書き込みをするようになったのはどこかってちょっと見たんですが、緑の窓口の持ち時間が60分を超えるって本当に時代錯誤だよね。正直くれから電子パネルで全てができるならこんな窓口いらない。いつになったらネットで全部解決できる時代が来るんだろう。それの分をやったら6万円での世界になる。まあそれは置いといて、ほんとくだらないよな。期待値を上げすぎて自分の首絞めてるだけじゃん。そんなもんゴミ箱にぶち込んで、蓋した方が楽しく生きれるぜ。こんな文の書き込みをしておきながら今人生の底辺だ。ニュースに取り上げてくれてありがとうございます。少しわがままを言うようにありますが、もう少しマシな写真使ってくれたら泣いて喜びます。多分この頃よりも痩せてます。正直ね、ちょっと変な感じはしますね。ここら辺からいきなりここまで書いた部分、一気にここまで無職、失言一つで無職ニートに行政定落させられるのはえぐいよな。そう考えたら経営者って最高だ。多分ハーパーホテル不倫ぐらいじゃノーダメージっていう風な感じを書いていたのに、一日でここまでなるっていうのは、正直これ、乗っ取りされてるんじゃないかなって思いますね。書き方とか、もう、文字の書き方が全然違いますし、こんな句読点をちょっと書くだけで打つような書き方、あったわ。でもここまで言い回し多い人が今日を境にして一気にこんな弱気になるっていうのも、でそれに対して一気にこういう、この青汁王子がいつ来たか、2024年5月、
この偽物がいつからかって、提案された9万リプ現金かペイペイ。要するにこれはちょっと正直乗っ取られてるっていう感じがあると思いますね。いわばこういうのをやりたいがために、最近じゃもう名乗っただけでこういう風なの出したところで信用がもう取れない、こういったのがもう広がっているから、普通に真似したんじゃ無理とすると、狙った相手のアカウントを乗っ取って、その人の弱気またはその人が変わったっていう風に書き込ませて、で、さらに、こういう風なのを裏でやって、これに活かせようとするっていうパターンじゃないかなとちょっと思えてきました。